タイヤールスニードは、アメリカ合衆国、ネバダ州、エルコ郡エルコ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、東京ヤクルトスワローズ所属。2011年の MLB ドラフト35巡目で、テキサス・レンジャーズから指名されたが、この時は契約せずにダラス・バプティスト大学へ、進学した。2014年の MLB ドラフト3巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、プロ入り。 契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、ヘレナブルワーズでプロデビュー。11試合に登板して0勝2敗1セーブ、防御率5.92、31奪三振を記録した。2015年は、A 級ウィスコンシンティンバーラトラーズと A 級ブレバードカウンティー、マナティーズでプレイし、2球団合計で26試合に登板して6勝11敗、1セーブ。 防御率2.58、122奪三振を記録した。2015年11月19日にジョナサン・ビアートのトレードでヒューストン・アストロズへ移籍した。2016年は参加の AA 級コーパス・クリスティフックスでプレーし、25試合に登板して6勝5敗1セーブ、防御率4.04、112奪三振を記録した。2017年は、 AAQ コーパスクリスティとトリプル AQ フレズノグリズリーズでプレーし2球団合計で26試合に登板して10勝6敗1セーブ防御率5.9795奪三振を記録した2018年はトリプル AQ フレズノでプレーし26試合に登板して10勝6敗防御率3.83114奪三振を記録した 2019年は開幕を、AA、a a a 級ラウンドロックエクスプレスで迎え6月27日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした同日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビュー2020年は18試合に登板したもののオフに FA となった2020年12月4日東京ヤクルトスワローズとの契約に合意した背番号は54 登録名は、ファーストネームとファミリーネームをつなげたサイスニードとなる。2021年5月9日、来日初登板。4回3失点で降板した。2回目の登板で、初勝利を挙げた。最速96.3マイルパワー、平均93マイルパワーカット気味の速球が、主で、変化球はカーブ、縦のスライダー、カットボールを織り混ぜる。 脱産心率が高い。趣味は狩猟。約 680kg のヘラジカを仕留めたこともある。日本の穴場スポットとしてミスタードーナツを挙げている。NPB 初記録サイスニードに関するカテゴリー。ありがとうございます。